私の前を歩こうとする。なぜお前ばかりが力を得る。なぜだ、グレイグ。私はもうお前の後ろは歩かない。グレイグ、私はお前の先を歩く。お前はここで朽ち果てるのだ。今のは一体何だってんだ。デルカダール城の玉座のように見えたけれど、随分と荒れ果てていたわね。それに戦っていたのはグレイグとホメロスなのかしら。わからない。だがなぜだろうか。俺はこの光景を見たことがある気がする。先ほどの光景と黒い影、何か関係があるのかもしれない。あの黒い影を追ってみよう。今にして思えば16年前、勇者の故郷であるユグノアの悲劇から全ては始まっていたのだろう。俺はあの日ホメロスと共に隊を率いて魔物の吸収を受け陥落したユグノア城からデルカダール王を助け出した。我が王が魔王ウルノーガに成り代わられているとも知らずに。そして俺はその働きを認められ、この場所でデルカダール王より将軍の任を賜ったのだ。だがデルカダール王の救出は一人では決して成し得なかったこと。俺はあの戦いでの手柄はホメロスにもあると王に進言したが、全く聞く耳を持たれず、王は不自然なほどにホメロスに冷たかった。王がホメロスを遠ざけたのは、あいつの心の闇を利用し、手足として使うための、ウルノーガの策だったのかもしれない。俺がもっと早く、王の異変に気づいていれば、そしてもっと早く、ホメロスの心の闇に気がついていたら。そうか、お前は。黒い影を追ってみよう。あと少しで大切なことがわかる。そんな気がするんだ。懐かしいな。ここは幼い頃ホメロスと手合わせをしていた場所だ。ホメロスなのか。よって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世を迷うと言われておる。やはり
この黒い影はホメロスだ。気は乗らねえか。やるしかねえ。行くぞ。すまない。この戦いは俺に任せてくれないか。グレイグよ、分かっておるじゃろうが、あの闇はもはやホメロスではない。膨れ上がった奴の心の闇そのものじゃ。だからこそ俺がやらねばならぬのです。あの闇を生んだ一員は俺にある。勇者よ、頼む。もうここで終わりにしよう。行くぞホメロス。ホメロス、聞こえているか。俺たちはどこで道を違えた。もうことこれで最後だ。お前のようになりたかっただけなんだ。ホメロス。だが俺はお前に拾われて以来、お前の背中を追い続けてきた。故郷を奪われ、家族を失い、一人きりだった俺にとって、お前こそが光だったんだ。バカな奴だ。お前を裏切った者のために。ああ、お前の言う通り、俺は大バカ者だ。いつだって気づくのが遅すぎる。もっと早くお前と話をしていれば、お前を救うことができたのかもしれない。ずっと分かっているつもりだったんだ。
俺とお前は持って生まれた才が違う。互いに違うからこそ共にあるべきだと。だがいつしか俺はお前にねじ伏せられる悪しき者たちの中に自分自身の影を見るようになっていた。そして気がつけば俺はもう後戻りができないほどにウルノーガの闇に見入られていたのだ。同情も深い悲しみもいらない。ただ一つだけ、グレイグ、お前に問いたい。お前はまだ俺を。もちろんだ、我が友よ。俺はずっとその言葉を待っていたのかもしれない。我が友よ、幼き日の誓いを今ここで果たそう。相当のわしは片翼では飛べぬ。俺の魂はお前の横に並び立つ。くっ、共に戦おう。くっ、あの鎧、グレイグとホメロスの力が一つになったようだわ。勇者よ、俺はお前が望む限り勇者を守る盾であり続ける。我が友と共に。随分と時間がかかってしまったが、今度こそお前と本当の友になれた気がするよ。